アニス・バドリは、フランス・リヨン出身のチュニジア代表サッカー選手。エスペランス・チュニス所属。ポジションは FW。地元クラブであるオリンピック・リヨンの下部組織出身で、2003年から3年間所属した。2006年に、追加版ヘルニアのため1年間プレーを離れるが、2008年に、エースさんイコール・プリエスとのユースでプレーを再開。MDA シャスレを経て、 2010年にロスクリール、メトロポールと契約し、B チームで出場を重ねた。2013年1月31日、プロキシマスリーグの RE ムスクロンに期限付き移籍。アブドライ・ディアビラと前線で、組2013から14シーズンのジュピラープロ、リーグ昇格に貢献すると、2014年7月から完全移籍となった。3年半の在籍で公式戦。 合計100試合に出場し、23ゴールを記録した。2016年8月2日、エスペランスチュニスへ4年契約で移籍することが発表された。自身のルーツであるチュニジアで初のプレイとなり、同クラブでは8つの国内外タイトルを獲得。2018年のカフチャンピオンズリーグ決勝、あるアハリ戦では、チーム3点目を挙げ優勝に貢献する。また、 同大会では8ゴールを記録し、得点王となった。2020年1月15日、サウジアラビアのあるイテハドへ移籍リーグ13位に沈むクラブと2年半の契約を締結した。同年10月にクラブとの契約を解除した。2021年1月18日、エスペランスチュニスに1年半の契約で復帰することが発表された。 アフリカネーションズカップ2017予選に向けたチュニジア代表メンバーとしてヘンリク・カスペルジャク監督により初招集される2016年3月25日のグループ A 統合戦で79分にユセフ・ムサクニに代わってピッチに立ち代表デビューとなった2018フィファワールドカップ本大会のメンバーに選出されたありがとうございます